にちは、池田真香です。はい、今日はね、なんと大阪にあのダイソーの新ブランドスタンダードプロダクツができるということでね、やってきました。めっちゃ楽しみにしてたんですよ。もうやっと大阪にできたと思って、で、今日はね、そこに行ってお買い物して、商品もね、紹介しようと思うんですけど、その前にちょっとあのランチに行きたいと思います。行ってきます。お腹すいた。ちなみに今日のコーデこんな感じです。はい、梅田のハーベセントの5階にあるチェデルアっていうお店に来ました。タイ料理屋さんです。ビュッフェじゃあ早速取りに行こうかな。ちょっとね、テンション上がりすぎて、もう欲望のままに撮ってしまいました。嬉しい、タイ料理嬉しい。では、いただきます。あ、辛い、これソムタムかな。あ、大丈夫、なんか辛さがほどほどです。なので、あの、安心して食べられると思います。大好きなガイアン、うん、うん、うん。で、土日はもう、ね、予約が埋まってて、昨日も予約できなかったんですけど、あの予約なしの枠もあるので、その枠で普通に入りました。人もね、いっぱい入ってきて、結構人気のお店みたいです。で、ご飯を食べたら、あのメインのね、スタンダードプロダクツに行きたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。お腹いっぱいで幸せです。じゃあここからエストの方に向かいます。空いてるかな？バスは多いよな、初日やし。はい、お店に着きました。初。で、この隣にね、スリーピンもありました。じゃあ早速見に行きます。下が、値段が結構バラバラですね。でも多分基本的には300円やと思います。サボテンかわいい。めっちゃかわいいやん。サボテン買おうかな。あ、でも公園植物もいっぱいある。しかも元気そうね、プランターとかも一緒に売ってるから、そのままセットで買ったら、こうやってそのまま飾りそう。めっちゃ可愛い。これ何やろ、免疫ボトル。うん。これで出せんねや。初めてや、こんなん。このミラーめっちゃ可愛い。はい、じゃあ買ってきたものを紹介していきます。まずはこちら、アロマディフューザーのリリー&ジャスミンです。あ、これは500円商品でした。
結構ね、一応ベースは300円なんですけど、他にも500円商品とか1000円商品、逆に安い100円とか200円商品とかも結構販売されていました。で、このね、香りも本当に種類が豊富で、結構ね、悩みながら選ぶのも楽しかったです。顔が中にはスティックとこの本体が入っています。はい、こんな感じでセットして、これがね、だいたい6週間から8週間持つみたいです。結構爽やかな香りで、玄関とかリビングとかトイレとかにあってもいいと思います。はい、次はね、こちらサボテンを購入しました。これは300円商品です。結構大きさの割に安いですよね。でね、これを入れる容器が結構スタンダードプロダクツで売ってるものは大きいものが多かったので、ちょっとね、あの近くにあった普通のダイソーの方でこんなね、グラスを買いました。これ300円商品で、このグラスはあのダブルウォールグラスって言って、熱いものとか入れてもね、持ちやすいタイプのものなんですけど、水切れとかがこうできるものではないので、まあ、一時的に入れて、もし変えた方がいいなって思ったら、ちょっとそこに穴が開いたタイプのものとか探そうと思います。はい、ちょっとね、あのグラスがちっちゃかったので、こちらの入れ物に移し替えました。これはね、今もあのカップのままそのまま入れてる状態で、本来は多分土とかは買って、まあ、高さ調整したりとか、容器に合わせて土を周り敷き詰めて、そこにこれを入れると思うんですよ。ちょっと今までね、あのこういうふうに自分でやるタイプを買ったことがなかったので、急いで探します。あの正しいやり方知ってる方いたら教えてください。まあでもね、可愛いサボテンに出会えたのでよかったです。はい、次こちらです。 PP ファイルボックスを購入しました。サイズ違いなんですけど、どちらも200円商品です。これね、奥行きが32センチあって、結構ね、長いファイルボックスになってます。で、このね、素材も結構しっかりとしていて、ほんまにあの無印にありそうな感じです。で、同じサイズのものとかだったら、こういう風に重ねて使うこととかもできると思います。この細長いタイプがね、ちょっと他にないなと思って買ってみました。このクリアのタイプと、あとグレーっぽいカラーも販売されていました。はい、次こちら、スリーウェイクッションです。これは300円商品です。で、カラーが3種類あって、これがアイボリーです。これね、スリーウェイということで、こういう風に広げてクッションとして上に座ってもいいし、ボタンがね、下に3つついてあるので、ここにこの紐をね、引っ掛けて留めておくこともできます。はい、こんな感じで留まりました。で、この状態で、まあ、枕として使ったりとか、あの腰に当てててもいいと思うし、こういうのがあるとね、新幹線の移動とかも楽そうですよね。椅子に座って、それこそデスクワークの方とかもね、結構ちょうどいいかなと思います。で、あと3つ目の使い方としては、ここにね、穴ができるので、こう腕を通して、で、腕枕みたいな感じでちょっとあの休憩して寝とくみたいなこともできるみたいです。まあ、クッションのね、中が結構柔らかいので、好みの形にこうフィットしてくれると思います。はい、次こちら、今治タオルがね、販売されてました。こちらはそれぞれ500円商品です。ベージュとグレーですね。はい、出してみると、まあ、程よい柔らかさで、なんか吸水性が高そうです。なんかふわふわでもなく硬すぎず、なんかちょうどいいタオルっていう感じですね。これはもう普通のフェイスタオルのサイズになります。ちゃんとタグもついていますね。500円でね、この今治タオルが揃えられるのはすごい嬉しいなと思いました。はい、最後ね、こちら、これは1200円か1300円以上購入したらもらえるっていうトートバッグです。リサイクル繊維を使用した環境に優しいバッグみたいです。で、ね、スタンダードプロダクツの隣にスリーピーもあったんですけど、なので、まあ、両方見て、それぐらいお買い物したらエコバッグがね、ついてくるので、お買い物の時もね、持ち帰り困らないと思います。これがいつまでやってるキャンペーンなのかはちょっと分かんないですけど、こういうプレゼントもありました。はい、ということで、今回は大阪にできたスタンダードプロダクツに行ってみたっていう動画でした。で、私は初日のお昼頃に行ったんですけど、店内はね、そんなに混んだりとかもしてなくって、あとは商品もね、結構しっかりしたアイテムとかが多いなっていう風に感じて、例えばこういう他にないケースとかをね、揃えられるのが嬉しいなって思いました。で、これからまたね、店舗も増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、今だったら大阪とか東京にあると思うんですけど、お出かけした時はちょっと寄ってみたりとか、皆さんの地域でもできた時はぜひ行ってみてください。
私の行ってみた感覚的には100円ショップで売ってるものよりはちょっとこういいものを使いたいなっていう方にぴったりなんじゃないかなと思いました。はい、ということでこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。